ノチストランデメヒアは、メキシコのサカテカス州にある、自治体及びその筆頭市。略して、ノチストランとも呼ばれる。2012年にプエブロ・マヒコの一つに選出された。ノチストランは、サカテカス州の南端に位置し、州とサカテカスから約 220km 離れている。アグアスカリエンテスからは 120km、グアダラハラからは 150km の距離にある。 周囲を山で囲まれている。ノチストランとは、ナワトル語で、オプンティアの実の場所、あるいは、コチニールの場所を意味する。正式名称のメヒアとは、フランスメキシコ戦争時の大差で1864年に、敵の攻撃を防御したヘスースメヒアを称えて、命名された。現在のチストランは、ミシュトン戦争の英雄であるフランシスコとナマストレ、トヤワの聖母、 音楽などで知られる。スペイン人の到来以前、この地域は、カシュカン人が住んでいた。1530年、ヌーニョ・デ・グスマンが今のサカテカス州南部に遠征した。1532年、フアンデ・オニャウテがこの地に、最初のグアダラハラを建設した。都市の名前は、グスマンの故郷であるスペインのグアダラハラから取られた。しかし先住民からの激しい攻撃を受けたために、 グアガラハラは1533年に今のハリスコ州の隣に移転した。スペイン人による先住民の迫害を原因として、1540年にスペイン人に対するカシュカン人の反乱が発生したが、カシュカン人の中で最も重要な指導者がノチストランのテナマストレだった。ペドロデアルバラードは何度もテナマストレに敗北した。 1541年6月24日、アルバラードは馬の下敷きになって倒れ、7月4日に死亡した。しかし、ヌエバ・エスパーニャー副王のアントニオ・デメンドーサが6万を超える大軍でのチストランを陥落させ、テナマストレを捕らえた。後に、テナマストレは脱走して、ミシトンの要塞に逃れた。副王の軍はミシトンを陥落させたが、テナマストレは、 さらにシエラマドレに逃れてゲリラ戦を行った。その後は、ノチストランは先住民の町となり、メキシコ独立までその状態が続いた。ありがとうございます。